こんにちは、KZP プラスです。現登場に苦人 C のレベル30が追加されましたね。攻略についてはもう、レベル20、25と2回も同じことをしているので細かいことは省こうと思います。今回も基本的には今までと一緒、ギミックを理解してそこをついて戦うだけです。苦人 C はカウントレイのターンにスタンを入れることで、ソウルスティールを阻止することができます。あとは敵の攻撃に耐え、火力で、持って倒しきる、それだけです。杖です。人生は、知力にバフが入る、アニマストリームを使います。杖のスタン係は霊姫を採用、猫遊戯を継承して使います。杖は火力的にも余裕があるので、必要な時に猫遊戯を使うだけの、DP さえ確保しておけば OK な感じ。今日は、フレームフォースで、攻撃、防御にいつも通りのバフ、被弾するごとにバフが入るので、非常に良いですね。攻撃面はオットサークルがメイン、確率発生攻撃のチェックメイトと、スペクタクルゲートでのダメを取る、役割ですね。生命の水を継承し、回復係も兼務します。次は、バイオレットナイトを、メイン攻撃にします。と入っても、DP が続かないので、フルーツを、フル回収で使うことはできないです。それでも知力デバフも腕力デバフもできると考えれば素晴らしい貢献度ですね。ダークフレアで火力ももう一分なく出せますから良いです。ジュディのお母さんのレベッカが追加されたらどんな性能になるのだろうと楽しみです。ロックブーケは火力係です。ライトニングバラージを限界まで使った後はアンブールノワールや黒電弾でいいかな。やっぱりロックブーケは強くあって欲しいですね。有名は二つ前のスタイルを使います。ユーアラシツイソーガで味方、全員にダメージブロック1回分を付与します。空薬で DP を貯めて、またユーアラシツイソーガを使うという感じ。それは隙がないですね。本当に良い？
クリア。上はもう余裕ですね。正直、螺旋回廊240回でおかしくなりそうなドリタイをマラソンして、不人心を見てきたので、早いとこ倒してもう見たくない。それに比べればこの幻想獣レベル30、が簡単で助かります。運に左右されるのは面白くない？今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。